皆さんおはこんばんにちは。K9080 です。今回は、103系を5両購入しました。早速開封していきましょう。オレンジの方は開封できました。車内の吊り革とかの再現がすごいですね。カプラーはどちらも違いますね。続いて残り4両を開けていきます。残り4両は、うぐいす色です。中間連結器はカトカプラーですね。後で一部を除いて DN 化しておきます。残りもパッパと見ていきます。
やら先頭部分は DN カプラーっぽいですね。このように連結ができます。ということで一通り紹介が終わりました。今から101系と103系のカプラー交換を行いますが、時間がかかったのでカット。ということでカプラー交換が終わりました。今回で101系と103系の合計が13両になりました。これで自由に組み替えができますね。最後は走行動画で終わりです。ここまでのご視聴ありがとうございました。